アンテフ7世は古代エジプト第17王朝の第5代または6代ハラオ資料によってはアンテフ8世とも呼ばれる。即位名はセケムラーヘルーヘルマート。当地の実態が不明瞭な王が多い第17王朝でも特に資料が乏しく、ルーブル美術館に所蔵されている棺が唯一知られている遺品である。そのため、 実際に王として統治していたか疑わしいと考える研究者もいる。リホールドは棺にインクで記された即位名が後から付け加えられたものであることに注目し、アンテフ7世は先代の王アンテフ6世の共同統治者あるいは摂政で創生したために本来アンテフ6世のために用意された棺に入れられて埋葬されたと推測している。対してドードソンは 王が即位から数ヶ月ほどで死亡したために、適切な棺を用意することができず、間に合わせの棺に名前を書き加えて使用したと推測している。先代の王との関係は分かっていない。アンテフ6世の王妃、セベクエムサフは、王の姉妹という称号を与えられており、この王がアンテフ7世のことである可能性がある。しかし、その後継者のセベクエムサフに世かセナクトエなーの、 ことである可能性もあるため、現時点では、確証が得られていない。セケムラ・ヘルー・ヘルマート・アンテフが、アンテフの名前で呼ばれた何人目の王であるかは、第二中間期の歴史的資料が乏しいこともあり、正確にはわかっていない。多くの研究者は、暫定的に、アンテフ7世もしくは8世と呼んでおり、この記事では、最新の資料に従って、アンテフ7世と表記しているが、 今後の発見次第では数字が繰り上げられる可能性がある。ありがとうございます。